テが持ちます。ベンゼマ、グリーズマン、深くえぐってからのクロス。ここはゴールキーパーの好判断。エメリック・ラポルト、ホセ・ガヤに渡った。セルジオ・ブスケス、アルバロ・モラタ、ブスケツに渡った。高い位置でカットします。ブスケツ、コケ渡る、決めれば勝ち越し。決まった。ピッチ上の場所を問わずプレスをかけ、ボールを奪い返してのゴール。体力的にも厳しい中でのプレーでしたが見事です。リプレイが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。そしてミドルレンジからキーパーの届かないところを狙ってきました。針の穴を通すようなコースでしたね。